ヘビー級トーナメント1回戦5分2ラウンド1本勝負を行います。青コーナー 190.5cm 129kg USA ケリー・ショーリス。赤コーナー 182cm 103kg リングスロシアエメリア・エンコー・ヒョダリス。さあ、この第3試合からトーナメントルール5分2ラウンド延長戦は1ラウンド認められています。ワールドタイトル決定トーナメント、これはヘビー級の区分になります。1回戦エメリア・エンコ・ヒョダルリングスロシア対、そしてアメリカからケリー・ショールがやってまいりました。これはまあでかいですね、ヘビー級ですね。でかいですね本当に。両者の体重差は26キロ差ですか。ねえ、なんかあのヘビー級というのは90キロ以上なんですが、もちろん上限ないんですから、こういうことは ね当然あるんですが、はい、さあどういう戦いになりますでしょうか。おっと、上がっていった、ビートトラック、ビートトラック、おっと上がっていった、打撃を得意にしています。そして、まあ、3歩の選手でありますが、おっとっとっと、そういったことを言ってる人がないか、組になった、そしておっ、初めてグラウンドのテクニックだ、初めてグラウンド表情が上に乗っています、今まで隠しておりました、そのグラウンドのテクニックはベールの中だった。腕しげなしげ、あー、逃げましたね。おっと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 、負けた負けた、いや早いですねやっぱりね。そうですね、あと今逃げた、ショールもさすがですね。あ、ちょっとね、カットしますよ、どっか違ってますね。今ですね、選手のどっちがですかね、血がついてますでしょう。ヒョードルの方に血がついてますよね。ブレイク、今の陣地よく逃げましたよね。このエメリア・エンコ・ヒョードルは後楽園ホール大会でデビューしたんですが、その後に昨年の12月トーナメント B ブロックに参加しています。あのヒカルド・アローナ倒しましたからね。そうなんですよ、はい、おっとミドルキャッチした、キャッチしながら、おお、タックル、タックル、26秒、そしてアクレッション、おお、いろんなものを出してくる、いろんなものを出してくる、抜けられましたね。ケリー・ショールもついてきますね。ついてますね、ははー、頑張ってますね。そうですよね、さすがレスリングプラス柔道のテクニックを持っているケリー・ショール、でかいだけではありません。アキレス腱を取っています、ヒョードル。足関節に関してはちょっと明記ないですね、ケリー・ショールは。そうですか、さあヒョードルの3歩の技、このアキレス腱固め、柔道ロシア選手権優勝、そして3歩ロシア選手権優勝、並びにヨーロッパ選手権も勝ったことがあります。エメディア・エンコ・ヒョードル、もちろんグローブを練習しています。ジュージュになってますね。さあジュー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 、早い早い、おーっと、いやー腕がひねりました。1ラウンド1分47秒、1ラウンド1分47秒とゴールがありました。今日は純粋にグランだけで勝負しました ね、あの試合の前では状況を相手によって立ち合わせた寝技が決めるよと言ってたんですけども、はい、まあ、あのこの選手ですね、ボルグハーン率いる、はい、あの通称オオカミ軍団という、はい、あの軍団がいるんですけども、この選手の中でもですね、あのアターヨフという選手と並んで、この2人のハンを非常に期待している選手だと言ってました。はい、金原さん強いですね、ヒョードル。ヒョードルのパンチもいいし、数も良かったですね。これはヘビー級で、かなりの戦績を残すんではないでしょうか。この選手と回復の目ですね、はい、決してこちらのショールも弱くなかったですよ ね、はい、しかし、技的にグラウンドの技が1歩、いや2歩も先を行っていたようであります。エメリア・エンコ・ヒョードル、大きな歓声を受けながら控え室に戻っていきます。まだ寝技を見せない男が